石橋貴明に重病説。数週間続く深刻な異変に視聴者から心配の声が続出。2016年9月8日、バラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげでしたにて、新ドッキリ企画の道徳クイズ飛び君が放送された。同企画は視聴者から好評を得ていたという。番組ではトンネルズの石橋貴明が後輩芸人に理不尽な怒りをぶつけ、相手がどのような反応を見せるかというドッキリ企画を放送しました。ターゲットとなった芸人のよい子浜口まさるや TIM ゴルゴ松本らが顔をこわばらせて追い込まれていく様子は視聴者に受け、久々に面白い放送だったと絶賛する声が飛び交いました。テレビ誌記者。しかし同番組は近年視聴率が低迷。さらに10月からは裏で米倉涼子主演の大人気ドラマドクター X から外科医大門未知子からが放送されるとあって、一部からは打ち切りの危機がささやかれている。そんな中、今回の放送で見せた石橋の異変に視聴者から心配する声が殺到した。今回の企画では声を荒げるシーンが多数あったのですが、石橋の声は終始聞き取りづらく、ガラガラのまま進行していきました。またこの性質は今回だけでなく、ここ数週間の放送でずっと続いているため、視聴者からはタカさんの喉大丈夫かな、最近ずっと声が出てなくて心配、ちゃんと病院で検査してほしいと心配する多く声が飛び交っています。喉の病気といえば、近年歌手のつんく♂が喉頭がんを患い声帯を摘出するということがありましたから、石橋に対しても最悪の事態を想定して心配する視聴者が多かったようです。今年で55歳を迎え、そろそろ無理のできない年齢になってきている石橋。今回のガラガラ声がただの風によるものならばいいのだが、